ああ、待って。こっちみたいに突っ立ってるだけじゃないんで。どうも、ラメリーです。今回も、すごいゲスト来てくれたぞということでですね、どうぞ。はい、どうも、スマブラキングの悦次です。うわ、お願いします。あいつみさん、かいアバダンゴニエトの悦次でちゃんと再生数が伸びていくのかってところ僕結構不安に思ってるんですけどね。ちょっと見てくれてたんですね。界隈に知れ渡っちゃって。そんなこともあろうかとですね。炎のチャレンジャークリアしろせこむ悦次さんチャレンジ。悦次さんが絶対落ちるステージっていうのをね作ってきたので、昔ねそういう番組があったんですけども、クリアしたらね100万円もらえるんです。100万円もらえます。え、マジっすか？もうこれガチですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますと言っても上げる気なんてさらさらないんだけど。来たな、用意してきたな説明しよう。鬼畜ステージとは数々の罠をくぐり抜けないと直接戦うこともできない、もはやマリオメーカーでいいじゃないかと言わんばかりの即死ステージである。ちなみに友達にやりすぎると嫌われるからみんなは真似しないでね。なるほど。さあ1回目でクリアしたら100万円です。なるほど。はい、もうこれはねかなり見たらわかりますからね。さあどうなるんでしょう、どうなるんでしょう、どうなるんでしょう。あ、これで、あ、もうダメなのか。え、これで全然大丈夫ですよね、あの100万円は、まあ、ね、半分になっていきます。普通そういうのって一桁ずつとかじゃないんですか？10万円ずつ減るとか今25万円になりましたね。いやいや、減り方おかしいゴリゴリ減っていくんで、これもうじゃあもうすぐになくなっちゃう、100万円がちょい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 、あー 12.5 万円におかしい。ちょいちょい、違う違う違う、もう見る見る俺の獲得額がちょっと張り付いて、入っちゃうのかこれ。いやこれ判定でかい、なかなか考えた人性格悪い。あ、誰のことだろう、誰だろう。あ、これでこういってこうか。お、うまい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 と言える。で、これ、これのはどういくんだ、下降りて、上上がって、いや、見えまして、突破口が。おお、でも、まだ6期目ですからね。6期だったら最短じゃないですか。最短ですね。どうすんだ、これ。あ、まだいけるんじゃないですか。あ、ふざけんなよ、このステージ。不安に思ってたんですけど、やる前にちゃんとクリアできんのかなって。進んじゃいましたね。うまい。あ、うまいぞ。で、下降りて、やばい、これはかなりうまい。どの位置だ。え、もうちょっと時間ないって、張り付く時間が。キックスから参戦してますから、あ、もう判定ですけどもう計算をやめましたね。計算やめましたね。まあ1円とかになったら iTunes カード1円分ちょっと送りたいなと。ないっすよねないですよね。あ、ないですか今のところ、ここで何回死ぬねんよし、あ、待って、もうエディがね最近はメインなんで。よし、心機一転、ディディーコングで、はい、おい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 おリリーなのかこれは。ライトキリリー。さて、どこら辺で降りるのか。今です。待って待って。あ、9個書いてた。もうなんで9個。くそ。さあこれは。
あーこれは、じゃあいきますよ。待てやルーペになりながら耐えていく。これどうするんだ。これここは高さ調整、うん、じっくり回すことが大事。さあかなり上手くなってまいりました。お来た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 、ここしかない。落ち着け、ミスんな。お前ディディ尻尾長い。お前尻尾マイナス。うわーよし、やっと来た、やっと来たよ。いけるのかなこれ。さて、あ、怖い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 。奇跡的に生き残っていく。助けてお願い。やだよ、こんな死に方。くっそ。え50機かけて我々は何も得られませんでした。壁の向こうだったんだ。今の壁の向こう行けなかった。今の壁の向こうだったんですね。完全に目指してたんですけど、全員50体死にましたね、今兵士が。やっぱシークだな。ラベリーの勝ち。てれれれって。リベンジの大会といたしまして、シークとディディコングをエツリさんがなぜチョイスしてるんだろうか。なるほど。まあ、ディディはですね、はい、スマブラ X の強キャラだったんですよ。で、スマッシュ4をやってガチ部屋でディディ触った瞬間に、この横 B もう見るからにヤバいって感じたんで、まあ、理由としたら本当にフリップキックが好きだったっていう。決してディディコングレーシングが好きだったわけではないと。まあないんですよね、これが。そう。で、シークは単純にやっぱり性能が好みだったっていうのが大きいですね。決して時のオカリナが好きだったわけではないと。そういうところはもう一切ありませんと。あ、エツジさん、一回じゃあちょっと落ち着いて、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 落ち着いてですね。野球でもしませんか。はい、あ、野球ですか。野球やりたいな。野球やりたいですよね。やりたいです、やりたい。俺ピッチャーやりたいです。ああ、いいですね、いいですね。このゲーム野球にもちゃんと対応していて、はいはいはい、はい。まあ、僕が今バット持ってるように野球ができるんですよ。はい。はい。球はっていうと、エツジさんが球です。あ、俺が弾と。はい。俺自身が弾だったんだ。ロケット頭突きってあると思うんですけど、それを使って、はい、まあ、僕が打ち返すか、それともロケット頭突きが貫通してルイージをぶっ倒すか、自分の身を犠牲にした野球ができる。なるほど。あ、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 よし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 。これタイミング、あっ、あら、はい、え、あ、え、これアーマーあるんですか。そういうのあるんだ。何でも知ってるんですね。すごいっすね。あっ、えつじさんのスタッフさんになっちゃう。確かに俺の気分転換に付き合わせる。いくぜ、おい。もうやらん、もうやらんぞ。2回目でーす。もうエツジさん喋んなくなっちゃった。ステージはあらかたで掴んだんで、もうこっち真剣なんですよ、こっちは。こっちみたいに突っ立ってるだけじゃないんで。本当に、いや、まあ、突っ立ってるだなんてね、皆さん失礼な。僕たまにアピールしとこうかな、アピール。いや、邪魔だ。これを、あー、なるほど、そっちに行くのか。でもかなりこれは余裕があるぞ。上だな。シークなんか余裕ありますね、確かに。あー、そっか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 。これ、あ、うまい、超うまい。うわ、あ、微妙な配置が。あそこにたどり着けたのまだ僕1回ですよね。そうですね、中間セーブに。お、来た、よし。お、あそこの棚の反
定がないですね。なるほど。よし、来たぞ。来ました。2回目です。60体使って2回か。なかなか頑張ったな、この2体は。いや、そうですね。はい、パフォーマンスしてる。これ、いけるぞ、これ。あ、待って開けて、シュッ、ふざけんなよ、このお、あ、これは、え、崖つまんないの、これ。崖、崖つかんでよ、そこ頑張って。お、これは、来る。あ、来てる。来たー。ウマーベラス。やっと来た、ここまで。いや、ウマーベラスじゃない。ウマーベラス。これなんだ？今です。お、あ、おい、今行けただろうがよ。今のは、手にぎにぎしてる。お、復帰技なんて。使うまでもない、ウェビーを。来るか。うるさいです。おーい、なんでだよ今。あ、これは落ちるの待っていく。わっ、あっ、そっちじゃないよ。こっちじゃないって。もうそういうのいいから、別に動画的にどうとか、もうそういうのもうどうでもいい。本当にもう終わりたかったのに、今ので。近所迷惑だ。近所迷惑。やっぱね、あの、一人で寂しそうにやってるからね。やらされてるんですよ。うわ、これは、はいはいはい、はっ、素晴らしい。長い足で攻略していく。長い足、よし、来たぞ、また来たぞ。さあ、来るのか。来たんじゃないか、これは。え、あ、おい、大丈夫だよ。おいおい、大丈夫だよ。あ、待って。やっと来たよ。やーっと、マジで、ほんといい加減にしろよ、ほんとに。あ、グッバイ。ブルー、ここも、あ、痛い。気持ちいい、やっぱ気持ちいいな。あ、くそ。はい、お疲れ。なんなんだよ、俺が何をしたって言うんだ。はい、ということで、今回は82回死亡していただいてクリアしました。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、正直なんか途中これ100機かかるんじゃねえかなって思ってたんで、ちょっと言いますか、焦りはありましたね、正直。これ一生ぐだっちゃうんじゃないかっていう。まあ、カットができるとは言え。概要欄の方に越流さんのチャンネルも、貼っておいてありますので、もうめちゃめちゃ面白いの出してるんで、ぜひ見てください。本日はどうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。概要欄に Twitter とか歌を歌ってるチャンネルも貼っておきます。もちろんこのチャンネルもぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。